ワシントン州シアトルのパイオニアスクエアの噴水フィラデルフィアの旧市内にある0.15エーカーほどのポケットパークジラール噴水公園コロナド州クレストンのリトルパールパークポケットパークとはベストポケットパークの略で洋服のチョキベストについているポケットのように小さい規模の公園を意味しているその語源は百六十七年に作られたニューヨークの ペーリーパークが始まりと言われている。日本においては1980年頃に入り始められ、80年代に関連した事業が全国的に普及し、都市デザインの中に取り入れられ始め、街路整備事業や公共施設前空間の修復、商店街活性化のための高度化事業等といった様々なメニューの中に、ポケットパークが脚光を浴びていった。 比較的話しし、都市デザイン手法であるが、ポケットパークとしてデザインされた例も数が増え、ポケットパークという名称自体も浸透し始めているが、専門分野においてのまた法的な明確な定義づけ、話されていないため、事例や内容はまちまちで、ポケットの意味するニュアンスも多少異なっている。一般に、公園は広く取られるように言われ、 日本でも広場公園等の国庫補助の基準は0.05ヘクタール以上あることが条件になっている。広々としたオープンスペースは憩いやレクリエーション、スポーツなど多くの機能を多くの人々に享受させ、また広々としているが、ゆえの快適性を醸し出すが、都市の中のわずかな空間を利用して歩行者や住民に休息や語らいの場所を提供し、 都市環境の向上と改善に役立たせるのが市街の一角に作られるポケットパークであり、ミニならミニなりの良さがあり、ポケットパークでなければ味わえない風味やイメージ、価値もあり、構想の中の気配りされた小広場空間には広々としたオープンスペースの心地よさとは違った快適性がある。このためミニの特性を発揮していろんな立地場所によって その場の雰囲気に適した様々なメニューのポケットパークが展開され始めている。我が国では熊野実がポケットパークの計画と管理に関する研究で2002年に論文博士を取得している日本の場合多少なりとも全国の自野体では小広場空間は戦前から戦後にかけても全国ですでにいくつか喪失しており、 戦災復興と地区学整理事業等の過程の中であってもわずかであっても喪失してきた。例えば北九州市で1954年に完成した金田公園は面積は523平方メートルで1978年完成の市民憩いの広場は627平方メートル程度である。アメリカのポケットパークの観念は日本では 1973年に、ホイットニーノースセイモアの、スモールアーバンスペースが、小沢明によって、スモールアーバンスペース、都市のベストポケット、1973年、小国社、ACB000J91 炎上として、日本語版に翻訳され出版された。このことが一つの契機になっている。その間、1970年代から日本でも、 中心市街地の超高層ビル建設に伴い、公開空地の創出は行ってきていた。1980年代に入り、今度は街中へ、行政主導型の小広場空間を創出していく、施策が現れ始めた。1981年に、旧建設省で推進する、広場公園の国庫補助制度が誕生した。これは、都心の歩行者の多い沿道、駅前、 中高層ビル街の一角等に設置し、市民の休息、語らいの場として、ふさわしい広場的機能を有する空間を目指したものであった。自治体レベルでは、1980年からギフ市はポケットパーク整備事業として市が単独で予算化して行っている。こうして、ギフ市のうかがりが1981年3月に完成した。 ポケットパークという名称をつけた事業としては、全国的にも先駆けていた。さらにスポット的整備で、面積スケールが小さくなる岐阜県高山市の街角整備事業が、1980年度から3年かけて、高山市第三次総合計画に位置づけ実施された。1982年には、建設省の補助事業として、広場公園に引き続いて、 ポケットスペース事業が開始された。これは、街路の複音構成を超える部分を、ポケットスペースと呼び、歩行者空間の円滑化快適化を図る目的から、道路改良、または、橋梁整備等の他講師の一環として、補助対象としたものである。こうして同年、足利学校周辺地区における、大日大門、ポケットスペースが完成している。 1983年には、タウンスクエア補助制度ができる。これは、憩いの空間を確保するため、歩行者の休憩や集いの場となるとともに、歩道部分等と一体に整備し、合わせて、都市景観の向上や都市環境の改善を目的にしている。初年度には、前橋市に、三の丸緑地、豊島町に、聖昇緑地、長浜市に、船町公園、 呉市に、幸い長緑地、北九州市に河原タウンスクエアの5箇所ができている。なお、広場公園とタウンスクエア補助制度は、公園的性格から0.05ヘクタール以上という、国庫補助の面積制限があるのに対し、街路事業の一鏡である、ポケットスペースには、面積制限は設けていない。こうして施策は日本では、国レベルの補助事業の対象となっている。 ポケットスペース、タウンスクエアといったものもいずれも小規模で、街路スペースを活用した東京都建設局の街角庭園や東京都墨田区のロジソンというスタイルのものや、東京都世田谷区の庭広場、東京都豊島区の辻広場。大阪市、道端広場、同じく大阪市や名古屋市の町園、高山市、尼崎市などの街角、 埼玉県草加市、アメニティスポット、岐阜市のスポットパーク、森岡市のグリーンプロットといった各自治体レベルのものまで様々である。また、大阪園キワバナと緑の博覧会では、スポットガーデンなる言葉が現れている。ポケットパークは、あらゆる種類があり、いろんな立地が可能であり、また呼び名も、小公園、ミニュパークと呼んだり、多々できている。 ポケットパークを成立させる要件として、小規模の空間であること、人のために集計化されていること、都市や集落空間において自由な空間で、不特定多数の人たちが、自由な時間に自由に利用ができる空間であること、ただし、公共空間における、管理上の規制は可能であること、以上の条件を備えた空間を総称して、一般的に故障している。ミニであるが、 ゆえの空間であるならある程度以上の規模を持ったものは単に公園や広場となりこのカテゴリーには属さなくなる事実高山市の街角整備事業のように要所のスポットを集計化したもの東京都江戸川区のポケットパークのようにバス停周りを集計したものは非常に面積が小さい一方大阪市のヤングスクエアのように ポケットパークと呼んでいても面積が1000平方メートルを超すものもある。東京都の歴史と文化の散歩道で整備しているスポットのスペースは面積1000平方メートル以下ということを謳っているが、一般的に都市機関公園における外区公園の基準面積は0.25ヘクタールであり、できれば0.05ヘクタール以上取るように指導している。 国庫補助では0.1ヘクタール以上を対象ということを見ると、外区公園以下の規模という設定から500平方メートル以下で、大阪市のマッチ園を例にとると、500平方メートル以下のものは、街路担当が管理しており、500平方メートルを超すものは、公園部局が管理担当としている。ありがとうございます。